皆さん天下取ってますか？ハイファローフルチョウ申します。今回も信長の野望創造イズパープキットやっていきたいと思います。僕はねもう天下を取ったに近いですね。で今の目標はまあ大内家で、総兵力4万なんですけど、まあうちは48万6000とでね、まあ、次の相手はね織田家なんですよね。なんで大内家を滅ぼして、まあ、織田家との、関係をね断って、この、ちょっと待ってね、近づこう。諏訪姫軍団と橋崎軍団、諏訪姫が上から、橋崎が中央からで、俺の直轄軍が、下からね攻めて、一気にね織田家を乗っ取ろうかなと思ってるんですけど、まず、まあ、大内家をね滅ぼさないといけないんで、レージで待っていきましょうか。まあ兵力的にはうちの方が上なんですけど、まあどうなるかまだ分かんないんだよね。まあ今大内家攻めが終わりつつあるんで、まあこんな感じで内政も適当に終わらせーの。今大内家をおよそ8万の軍勢で攻めてますね。出るとするか。出陣しよう。これ軍団分け多すぎる。この軍勢を このなんかすごい感じの城に行かせよう。お任せください、お任せください。待って待って、海から行くと加勢いたす。大丈夫か。まあ、この2軍方式で行くか。助け立ちいたす。これが戦の作法よ。わあ、病すごいな。ご命ください。先月の収支です。拡張だね。古賀豪商じゃあ、ね、岩槻城か。まあ石高が上げないと発展しないんでね。ここだか3000。まあ、ここ拡張できるね。これ兵舎上げ放題か。軍団はどの軍団にも所属していない拠点と前らへんのか。まあそんなとこはないでしょう。出るとするか。加勢いたす。これが戦の作法よ。よし。敵将おばくさ。はい、さすが小田原。硬いな。すごい。大方位 S。兵糧がないんで野球と。敵を炙り出せ。出るぞ。ご命令ください。報告いたします。あ、こいつ中央突っ切っちゃってる。これ失態だな。回収任せよ。すごいすごい。すごい数いくな。全城じゃないか。もうご用は何ですか。ありがとうございました。家宝をあげて、お、雨子春久、秀吉、秀吉あげたかったな。ゼロ。抽選な。ご用は何ですか。なんか言ってる。
御用は何ですか？豊作で米がとても安いですよって。兵糧が心もとないな。出陣するぞ。これ以上焼いてもしょうがないか。よし、遊びは終わりだ。敵将捕らえたり。みんなここ一旦通って下田城に向かわせよう。承知いたしました。はっ、囲め。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さてと、これ本拠地上げた方がいいかな。まあ取ってから考えるか。武将を移動させよう。小田原に、何人送るか。あ、適当に多めに送っておこう。回収は誰だ。城はまだいいでしょうね。ここは貴様らの地獄よ。解放してやろう。その名を覚えたぞってね、もう覚えるしかないでしょうに。よし、一旦城を経由して海から行こう。お任せください。かしこまりました。お助けいたします。敵将捕らえたり。表情を始めます。報告いたします。まずいな、取引で。ご用は何ですか？ありがとうございました。もっと家宝が必要だな。諏訪長祖壁、なんて読むんだろう。あ、龍宗寺さん。お、拡張できるね。平井城は石高だな。まだ拡張できるね。太田城はまあ、まだ空いてるし、農業かな。さて、建設の前に修復か。で、まあ城下の発展もして、今創造性は一体いくつなんだ。わあ、神社か。神社はぶっ壊すしかないな。こういう場合は農業弊社、農業と商業、農業と弊社がいいね。調査もしないとな。うちの武将ってどういうのがいるんだろうな。もう確認してないからな。誰がいるかがいまいち分かんない。我が戦お見せしましょう。我が道を開けよ。敵将捕らえたり。よし、退却しろ。騎乗する。戻るぞ。お助けいたします。こんなにいらんな。退却。城へ戻る。騎乗します。うちの軍団で落とさないと意味がないな。貴様らの地獄よ。教場を始めます。先月の収支。さてと、軍団の本拠地を前に。でも、あそこ
ここの、これなんだっけ、スル駿府館かなを取らないとまだ分かんないな。なんなりとお申し付けよ。家宝が欲しいんだよね。毎度大きに。おしまいまず。107。危ない。城へ戻る。加勢いたしますぞ。お助けいたします。荒ぶっとるな。我に打てぬ敵なし。敵将捕らえたり。よし、あ、服部半蔵。お取りさせていただき嬉しく存じます。今より我が力存分にお使いくださいと。かっこいい。めっちゃ荒ぶってるこいつ。戻るぞ。騎乗します。さてと思うだけだね。あとはご命令ください。先月の終始です。まず本拠地を戻せめるとなるとあれだよね。また前に進むんでギリギリのとこに拠点置いても意味ないか。本拠地を小田原城に決めよう。うわ、またまた武田さんにあげよう。これ今さ、武田ってか小田が正面にいるんで武将を奪われるんかな。諏訪家も奪ってこないし毛利家くらいだよね。で直轄街は、鳥山城太田城より奥石塚城か。でもまあだいぶまだ残ってますね。あ、富永、ご命令ください。先月の終始です。ちょっと配属しないとな。これ何城なんだろうな。下田城に病気か。病気は辛いだろうに。この時代の病気って治す術とかなさそうだもんな。御用を受けたまわります。よし、道も整備して人口をね増やす体制に入ろう。武将が足りないか。じゃあまあここまでにしておこうかな。まず捕獲した将を武将たちを仲間にして。誰がいるんだろうな。鍋島直重がまあ有名か。石川一正も有名だね。大内義隆も、まあ、有名っちゃ有名だし、本田正信も有名か。腕が鳴るわい。戦してないだろうな。ご命令ください。先月の終始です。待って、編成で、ここの城は俺にもらおう。俺がもらおう。いらないっしょ。変えようかな。元近は、そうだ、市場の兵力が増える。これか。果敢かな。気質が果敢のやつ。山上、果敢あまりいないな。中量がいっぱいいるね。
村上なんか女の人果敢だな、戦慣れしてるな。まあとりあえず長宗壁元親に任せようかな。ああ長宗壁やね、これこうこいつに任せよう。いや宇治政でもいいな。これで市場の兵力変わっちゃうね。何なりとお申しつけよ。毎度大きに。八王子城は農業があんまり発展していないな。整備も完璧にこなしてから攻めるか。整備まだあんの？こっちあんま関係ないな。内政も完璧に、完璧にってかとりあえずやって。ご用は何ですか？ありがとうございました。上杉さんか。あ、太田だ、太田。でここの城は発展あしそうにないな。山じゃんこれ完全に。表情を始めます。先月の収支です。回収はまあみんなに任せよう。ここ完成だね。あ、やっぱ発展しないか。人口はあるんだ。ご命令ください。先月の収支です。もうちょっとちゃんと城を作りたいな。作りまくれ。もう発展しそうなところに作りまくろう。あんましないね。まあでも前線に城を作るのもいいことでしょう。富士宮城、ああ発展しない。ご命令ください。先月の収支です。山道ね、絶対発展する要素はないんだよね。ご用は何ですか？ありがとうございました。6等級程度じゃな。正信あたりにあげよう。設営で一応上げておくか。さてこの城はどうなるんだ。1個目はおお発展する。こっちはしない。ご命令ください。先月の収支です。とりあえず1個ぶっ壊すか。で、そうだね。新設するのも意味ないか。とりあえず人をちょっと送って発展させるか。政治が高い武将を一人、まあ、あと適当に一人送り込んでおこう。で、こっちの藤枝城は期待通りだな。
政治の高い武将と適当に送っておこう。間違えた軍略を習得、軍略がまず何か分かんないんだな。わあ、ここもダメか。ご命令ください。先月の収支です。城そんなに、ここはねいいと思うんだけどね。柏原、柏原かな。柏原に城を作ってみるか。あとはでもここら辺基本的に土地的にいいね。もうじき攻めた方がいいな。兵力59万37万。さて 一気に攻めれるような兵力でもないか。まずこれ99めっちゃ少ないもんな。ちょ、なるはやで発展させよう。表彰を始めます。先月の収支です。御用を受けたまわります。もうちょっとだけ発展させてから攻める準備をしようか。一人しかいなくないか。どこの城なんだろうなここ41人もいるな。ちょっと分けるか。そうだね、まず赤色の御用を受けたまわります。忠誠がなってないのもいいもんね。政策を取り行います。で、兵の分離でしょいくらかかるんだ。12000、12000。兵の分離高っ12000か。16000が毎月の収入なんで、4000しか入ってこなくなっちゃうな。表彰を始めます。先月の収支です。報告いたします。もうちょっと収入力上げないと。ご用は何ですか。きついな。国高上げてと。建設もね、収入っていうかお金を上げれるように。何がいいんだろう。茶室でも上がるもんね。収入上げないと。最近もう兵糧売りまくるしかないなよし、もうダメだ。攻めよう。攻めるにしてもまずちょっとできる限りの家宝を買って、有能な将はちゃんとつけておかないとね。あ、もうちょっと待つかそんなすぐは無理だったな。神社はいらないな。
ここはなんだ、もう発展、あ、まだここは発展の限界なんだね。表情を始めます。先月の終始です。ここはちょっともっと政治の高い武将を送った方が早めに済みそうだな。96、正信さん、さすが。お金は大事だね。2万の収入いきたいな。それくらいないと兵の分離に耐えられそうないよね。浅野かっこいい鎧じゃない、兜をつけてね。表情を始めます。先月の終始です。あの川倉じゃ何歳かもいまいち分かんないし、これ正信に変えたいな。奉行、奉行内政で、よしよし。まあ、90あったらすぐね、発展するでしょう。なんなりとお申しつけよ。家宝ないか。伝授、作詞、もうちょっとね、発展しないとな。お命令ください。先月の終始です。前線にもっと1万以上の拠点がないと。もうダメだ、兵の分離しちゃおうか。政策を執り行います。楽市楽座、あー、収入が上がるのいいな。こんだけ使ったら収入は相対的に上がるけど、5000、1万8000使って2万4000だから6000の利益。5000、4000か。楽市楽座にかけよう。皆に伝えておきます。3つも使うんだな。まあこれでね、全体的にもう国高上げる必要はまあなくなりましたね。表情を始めます。先月の収支です。収入が2万、政策が1万8000。報告いたします。1万8000、半端ないな。これからの建設というか拡張はまあ金銭と兵舎だけでね、いい感じだね。農業今更上げる必要ないでしょ。全力で兵士上げよう。ここで1万以上の拠点が増えるといいね。表情を始めます。先月の終始です。お、またここか。商業と農業、商業に適した。まあどっちもいいから農業にも適させるか。さて、あとはどこだ。もうない場合出なかったっけ。ないか。
あ、柏原城。そういえば作ったね。ここ人いないでしょ。うん。まずいね。人送っておかないとね。ご命令ください。先月の収支です。まあ、お金に問題はないな。ご用は何ですか？ありがとうございました。家宝買うと赤字になるね。人。鍋島さん聖地高いな。そういえば軍師だもんね。軍師か。まあ一応軍師か。660じゃきついな。表情を始めます。先月の収支です。ちょ、もっと早くゲームを進めたいな。拡張で弊社だ。弊社ご用は何ですか？ありがとうございました。長祖か山芝国近さんにあげよう。人口が5600人か。まあ少ないよね。7万人いるな。ここすごいな。織田家をもう早く滅ぼしたいけども。ご命令ください。先月の収支です。徳川家康並みに待ってますね。時をただ待つのだって。ただ今回の動画中にね、織田軍に攻め入っておきたいですね。まあ、次回やるときそうした方がね、始め方が楽ですもんね。ご命令ください。先月の収支。まずギリギリ黒字だな。報告いたします。まあ、お金尽きることはまだ当分なさそうなんで、完璧にちょ黒字にしていかないと。こんな後方の拠点はいいか。兵出すことなんてもうないっしょ。じゃ後方はお金目でいこうかな。おし1000、6000、8000、6000、12000、9000、6000、12000。名古屋城2万か。うちの小田原城でも1万8000だもんな。くそ、人が死んでいく。人が、ああ人が、ああ相良さんは違うか。どっかの大将だよね。病もすごいな。ご命令ください。先月の収支です。まあ、この時代って言ったらもう時代のね、何ですか、変換期だもんな。さて織田の前にちょ朝廷官位もらおう。そうだね。秋とか全然遠いもん。ここら辺だと終わりの神でももらおうかな。終わりって言ったらうちでしょみたいな。よしよし、ここは弊社群馬がよりやすく。人口増加が嬉しいな。人口増加にするか。どうしようか。人口増加、ちょっと違う建物は人口増加系にしよう。
人口が重要だ。農業と商業。ここはもうどうでもいいな。あ、神社か。作っちゃったか。お創造性1000だね。大聖堂にする意味もないか。6000いいでしょう。我こそが終わりの神ぞ。2ターンでさ、5人くらい死んでるんだ。を始めます。先月の収支です。ちょ、弊社多めで行こうぜ。ご用は何ですか。ありがとうございました。南蛮品が多いな。あんまり好きじゃないっしょ。ビードロハイ拡張だい。遠いな。とてつもなく遠いな。よし、さらばだけ。我らはもう今から天下を向か目指すぞ。もう毛利だってね、敵にしたっていい。攻めようもう。全軍ちょっと準備させないと。小谷に従属している何家だっけ。一色家か。あいたらどうしようか。うちに反抗するような兵も持ってないかな。攻略いくらなこいつら。2000くらいでしょ。まあ隙あれば落としちゃってくれという感じで、基本はね、織田家攻めて。お前もね、織田家攻めて。よし、対織田に動き出そう。拡張だ。こうしようか。12000。商業に適してるな。まあここは商業にしておこう。あ、ここね、人口が少し増加でいっか。でもったいないな。さてどうしよう。もう攻めるか。まだ早いか。味方の軍団は出てないかな。さすがに織田家となると早々手が出せないか。ご命令ください。先月の収支です。御用を受けたまわります。お師匠、お師匠くらいならまだ頑張ってね。いけるね。攻めれないか。多いもんな。戦場へ参る。とりあえず諏訪家行け。諏訪家戻した。めっちゃやっとる。設営か。ご命令ください。報告いたします。江戸城の拡張ができると。江戸城はまだ、前線に近いから使い道はまだまだたっぷりあるな。
神社はなんで作るんだ。よし、もうまだ小田家攻めてないけど、次回からね、まあ、小田家攻めようかなと思います。まあ次回せめてね、この乾城、これ何地方だ、愛知県、静岡県か、ここ一応まあ攻めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。